モテるしな。そうですね。さあ続いてのゲストでございます。さあ皆さんお待たせしました。こんにちは、よろしくお願いします。どうぞおかけください。いやなんか今日はすごいコメントがいっぱいもう本当に大先輩ですけどあなたのせいですよ。ねえなんか本当にもう出づらい出づらい。本当にこのたくさんのオクレーマンたちのせいですよ。まさにでもまあねコメント返すすごいよ。もうねニコラジ始まって以来じゃないか。一番多分一番です。俺この間ほら去年やったさあのあれ以来じゃないかな、あのルナーティックフェスの時のさ、はい、ヨシキさん来た時にみんなで X っていう一文字を打ってサーバーハックさせようぜってヨシキさんが言ってバス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 って来た以来の今ありましたね。あの人もいやーですごいですよ。あーねーなんか挨拶なんですよ。もうこれ今日やばいな。本当に番組が始まって最初にやーが流れて一組目のゲストが来てやーもうコメントが2万4000超えてるもんな。すごいですよ。そんなにうわー。さあまずですねこちら見ていただきたいんですけども、こちらうんこちゃんことこちら加藤純一さん、まあ、まずご紹介させていただきたいのがゲーム実況者と。そうなんです。ということで、はい、本当に僕も、見てました。そうなんだ。見てました。過去形っすか。僕が売れる前からずっと見てました。おいおいおい、この野郎。はい、過去形だよ、この野郎。はい、売れるとそうです。天狗か、お前、この野郎。見てました。こんなやつですよ。はい、見てました、はい、そしてコメントも一緒に打ってました。おいいですね、はい、あれだろう5年の8月の17日生まれ。そんなことはどうでもいいよ、この下の方だよ。はい、なんだよこれ。住所東京都。いやそこじゃないよ。なんかそんな個人情報。一番下行っちゃいますか。うん、年収1000万。うおー成功者。ここ行っちゃいました。もうこれはためにためにためたやつなんですけどね、これね。職業も。そうです、これ医療関係。医療関係でうんこちゃんってことは顕微鏡主にやってる。まあそういうふうに勘違いされがちなんですけど、直腸の検査をされてる方なんじゃないですか。どういうこと、ね、ただですねちょっとこれ、勘違いをしてるっていうか、これあれですよね、なんかネットのまとめかなんかから。まとめありますね今、うんこちゃんウィキがありますから今。そうくれたらと思うんですけど、はい、ちょっと今現在もう5月末で医療従事者じゃなくなってしまって、お年収の方も240万ぐらいに。えあら、何やめちゃった。やめちゃった。はい、やめちゃうんで。これはちょっ ちょっとまあね少なめになっちゃいますけど。どういうことどういうこと、その行中にかかったと。違う、自ら。違いますよ。違いますよ。なんでよ、もったいない。あらねえ、だけどまあちょっと頑張ったからね、ちょっと休憩しようかなっていう。まあもう溜め込んだんだろうな。もう十分稼いだっていうこともあるぞ。いやいやいやね、こちら2400万の借金地獄ありましたね。これですね。何これ。これ28歳の時に自分で会社やってて、それの保証人に自分でなってて、その会社の負債を全部自分が負ったっていう。かっこいい。ありましたね。おとぎ人何こんなに借りれるもんなのかね。いや、まあ、会社として借りてて、でも貯金も大体同じぐらいあったんですよ。でそれで全部総裁して車売って時計売って、全部売って、で毎年返したって感じですね。やってるねー。もう病んでましたよ、その。いやもう経験値ありゃ怖いもんないわ。人生楽しんでますね。楽しくねえや。お前人物だからね。お前やってみろよ、お前2000万とか死ぬぞ人が。借りてみろって話だよお前。あの今ちょっと、うん、そのAV 女優さんと、うん、一応私がもう拙い MC なんですけど、やらせてもらいながら、あ、そうなの？そのゲストの方来ていただいてやらせてもらってるんですけど、うんうん、まあちょっと下手くそで俺が。まあちょっと日々ね勉強させていただいてるんで。いいな AV 女優と仕事で来て。うん、あ今ドグマ呼んで、ドグマ呼んでって来てるけど、ドグマは僕嫌いです。永遠に顔見るって言ってたね。ドグマさんってそっちのドグマじゃなくて、はい、アダルトビデオのメーカーのドグマさんですね。だからあれだね、風見さんの方ですよね。あ、そっちか。そうなんですよ。なるほどね。そうなんですよ。あ、なんだ、風見じゃないんだ。風見じゃないよ。びっくりした今。いや、なんか、めっちゃいいじゃん。書いた書いた。ちょっと俺くださいよ。いいでしょ。いいでしょ。これくださいよ俺。ツイッターにアップしますね。使って使って、めっちゃかっけえ。うんこちゃん使って。ここまでの相手山田さんと竹と五月病マリオット、ゲストはうんこちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、あのニコラジ出てきました。まあ俺はすごい楽しかったですけど、みんなは本当によそ行きにならないなって思いながら見てました。あ、何なんだろうね。なんかさ、俺のコメだとこんなにいい子たちなのにさ、なんであんなさ、外出るといきなり凶暴化すんの。弱虫なのみんなは。ねえ。みんな弱虫なの。なんであんなにいきなり凶暴化すんの。まあね、頑張っていきますよ。
なんで威嚇すんの？威嚇。威嚇してましたね、随分。まあでも俺が、まあ楽しかったんで、まあ良しとしましょう。威嚇必要だろ。まあまあ、時にはな。うん。時には必要かもしれないね。時にはな。必要なのかも。臆病な犬は吠えるだろう。ああ、まあまあ、言われてみれば、確かそうですね。言われてみれば。え、俺が出てる時とかすげえいい感じだったじゃん、コメント。お前、終わりからさんとかあれだぜ。今日デビューなのに、とんでもねえやつと一緒に出たなと思ってたんだ、絶対ね。もう絶対嫌われたよ。とんだデビューだなって思ってただろう、多分ね。応援しましょう。せめてね。せめてね、応援する形で。ここでやっぱ切りっぱなしだとやっぱ、仁義がないから。いやなんかね、もっと喋りたかったんだよな、正直。やっぱ30分だ足りねえな。